まあ、限られた人生の中で僕たちが成功イコール幸せになる、まあ、その、ね、成功イコール幸せの大きい部分に、まあ、ここはお金の会っていうところがあるんでね、地下ソサイティはお金に関して、ね、語り合いながら実際に実現していく、お金持ちになっていくっていうところがね、共通の目標であると思うんですけども、まあ、そうは言ってもやっぱり限られた年数ね、僕であれば今46歳っていうことなんで、60歳の還暦を迎えるまでに残り14年間しかない。でも逆に言うと14年間しかない、ねっていう中で、まあ、14年間もあるとも言えると。で、14年間っていうこの限られた年月の中で、もうもはや失敗ができないわけなんですよね。常に毎年毎年必ず狙った成功をしていかないと、残りの限られた年月の中で本当の意味でのお金持ちって言われる領域に、ちゃんとたどり着けるのかっていうところがあるわけなんですよね。まあ、そういう中ではね、もう残りのありとあらゆるところで失敗ができないわけなんですよ。例えばビジネスに取り組んだとしても、ビジネスで大きい損失っていうのは出すことはできないし、じゃあ積み上げた資金っていうものを、株式投資を中心とした投資の活動で、年月を味方につけてここ10年間で増大させていくっていう時も、まあ、絶対に失敗ができないわけですよね。まあ、それは不動産投資でも、まあ、ありとあらゆるところでも同じだと思うんですけども、まあ、あとは僕なんかだともうすでに子供がね、来年で20歳っていうところで、ね、長女があるん で、まあ、長女は大学受験は合格したけれども、まあ、本格的に稼げるようになるかどうかっていうのはやっぱりこれからの問題だし、そして次女はね、来年受験を控えてるしっていうところで、ね、狙って成功を取ってきてもらいたいしっていうところで、何一つとして失敗できるものがないわけなんですよ。でその時にじゃあね、過去を振り返ってみると成功したこともあれば失敗したこともあるっていう状況なんですけれども、その成功したり失敗したりっていうその繰り返しっていうのはもう二度とできないっていう、もう全ての行動に対してこの成功し続けなければならない。じゃあ成功し続けるためにはどうしたらいいかっていうと、やっぱり成功の種類ですね。どんな成功、類の成功をしていけばいいのかっていうと、偶然性、ラッキーとかでそういうものでの成功っていうのはもういらないわけなんですよ、僕の場合は。もう全てが自分のコントロール下にある狙った成功だけを、していく必要があると思うんですよね。でその狙った成功をし続けるために、何が重要かっていうと、やっぱりそのやってみたらどうなるかっていう、そのなんか研究者のようなもう時間っていうのはもういらないわけですよね。もう全ての活動に関してやったら必ず成功が手に入るっていう、そういうものしかいらないわけなんで、その時に重要になってくるのが設計能力っていうところがあると思うんですよね。で設計能力さえあればですね、全ての成功に関する根拠ができるっていうね。なんでじゃあこのビジネスでうまくいったのか、でそのなんでっていう根拠の部分が分かれば、何度でもそのビジネスでの成功っていうのは繰り返すことができるし、じゃあ特に株式投資、運ゲーでやってる人多いと思うんですけど、世の中では。でその株式投資の中でも、どうしてこの株に投資をするのか、どうしてこの株で利益を取ることができて成功したのか、そこの、ね、この根拠、設計図っていうのがあれば、何度でも株式投資の世界でも繰り返すことができる。子どもの教育でもそうですよね。どうしてこの大学受験に合格できたのかとか、でどうしてじゃあ将来的に稼げるようになったのかっていう部分も、この設計能力っていうところがあれば、全ての成功をコントロール下において狙った成功だけを積み重ねることができるようになるってところで、やっぱりこの設計能力っていうのは、まあ、非常に重要になってくるんじゃないかなと思いますよね。でやっぱりね、僕たちはこの全ての成功に対して偶然性っていうのはもういらないわけなんですよ、ね、じゃあ必然的にその成功を必ず実現するためにどうしたらいいかっていうと、この設計能力ってところがあるんですけど、この設計能力はやっぱり継続性ですよね。設計能力が成功の継続の根拠になるっていう。で何かじゃあ成功勝ち取った時もそこに根拠があるんだったら、あらかじめ狙った成功で、ね、できるんであれば、その狙った成功の仕方が分かったら同じことを繰り返すだけだ。必然的な成功だけを繰り返したい、その成功の仕方を手に入れることそのものが重要になってくるんですよね。だからね、じゃあ手に入れるためにその活動を毎日何をどれくらいね、実行に移すのかっていうのは次のステップでですね、その実行っていう部分は、とにもかくにもそのどういう風にしていけば期限内に、その今は例えばこの、ね、低い位置にいたとしても狙って自分を高めてそこに取ることができるかっていうね、この設計能力そのものが重要になってくる。
でやっぱりこの成功の仕方っていうのは設計能力っていうところにねすごい直結する部分になるんですけど、まあ、どんな活動でも全てがコピーではないかもしれないけれども、その心臓の部分ですね、どうやったらじゃあ競争が発生していてみんなが取りに来るようなものっていうのを狙って勝ち取ることができるのか、それを繰り返すことができるのかってね、これがこの僕たちの人生における最高の財産と言えるものなんですよね。で、じゃあお金に関してもですね、どういうふうなプロセスを得てそのお金を獲得したのかっていうのでも全くこの意味と価値が違うっていうかね、じゃあただただ闇雲に頑張って貯金してみた、頑張って貯金をし続けたら結果として1000万円あったっていう結果論的なそのね1000万円貯まったバリュー、これが高いのか、もしくはね具体的にこうすれば100万円手に入れるっていうふうに分かっている状態で狙って稼いだ100万円のバリューが高いのかね、このどちらのバリューが意味と価値が高いのかっていうところもクリティカルに判断していかなきゃいけないわけなんですね。で、ここのお話の中に努力するかどうかっていうのは、関係なくて、そういう言葉は。ね、努力をするか、する必要があるかどうかっていうのは、もう全ては設計図次第なわけですね。設計図の中に努力をしないと取れないものがあるんだったら、その努力をしなきゃいけないけど、ものによっては、いや、これってそんなに努力しなくても、もうね、設計図だけでも簡単に手に入るよねっていうね、ものがあれば、まあ、そこは別に努力する必要なくても、ね、稼げちゃうものは稼げちゃう、成し遂げられるものは成し遂げられるっていうふうになるんで、努力をしたかどうかっていうのは基準ではないんですよ。でさらには人によってこの努力の基準って異なるっていうのがあって、僕にとってはこれは、ね、努力っていう風に感じるかもしれないけど、別にマスターヒロさんにとってはそんな当たり前じゃんっていうものもあるかもしれないし、皆さんにとってもそれ同じようなものが、ね、あると思う。で人によってこの努力の基準っていうのは全然違うし、あとは、まあ、学校の勉強とか非常に分かりやすいんですけど、人によって一発で覚えてしまう人もいれば、何回も10回も繰り返し読み書きしないとね、覚えられない人もいれば、別にこれどっちがいい悪いの話じゃないわけなんですよね。じゃあその方がね設計図を元にして成し遂げるためには、ね、何回暗記をする必要があるのかって、何回繰り返す必要があるのかっていうのは人によって違うことであるし、でも重要なのは、ね、あくまでもその設計図通りにやって取れるかどうかってところなんですね。狙ってほしいものが手に入ったかどうか、ね、狙って叶えたい願いを実現できたかどうかっていうところが、まあ、全ての基準なんでね。でそのためにはね、要領よくっていうか無駄なことの一切を排除して限られた年月の中で最小限、必要最小限の動きで、ね、狙って取っていくっていうところがね、あると思うんで、まあここに、まあ、最大の価値が、ね、あるんだよっていうのは、まあ、しっかりと理解した上でありとあらゆる活動をね取り組んでもらいたいなと思いますね。